北グラスティア大陸某所。今ユカ兄と私は王子と別行動をとってる。その理由はというと、なあシリス、この書状に何が書いてあるか知ってるか？知らない。でも長老が北大陸に行くならこの書状を聖地イニシオに届けろって。フォレスティアの聖地イニシオか。どんな場所なんだろうな。古くて大きな森みたいだよ。ユグドラシルって守り神がいるんだって。ユグドラシルは大樹の姿をしてるらしいけど、見てみたいよね。それからイニシオの民はフォレスティアの伝統をすっごく大事にして暮らしてるって。伝統ね、堅苦しいのは勘弁なんだけどな。え、私は楽しみだけどな。さ、早く行こう。やっと着いた。この森深すぎるよ。フォレスティアじゃなきゃたどり着けねえよ、こんなとこ。フォレスティアの聖地になるのも納得の場所だね。お前たちは。イニシオの人ですか？ああ、イニシオで新緑の番人を務めているイスハークという。新緑の番人って？この森を司るユグドラシルとイニシオの集落を守る任を負った者のことだ。へえ、なんかかっけえ。俺はミレージュ湖畔のリュカ、こっちは妹のシーリスだ。はじめまして。うちの長老にこの書状をここに届けるように言われたんだ。話を通してもらえるか？うん、受けたまわろう。風が優しくて気持ちいい。ここがフォレスティアの聖地か。よし、とりあえず集落で休憩だ。水も飲みてえし、腹も減ったし。待て、聖地に足を踏み入れるのなら儀式を受けろ。儀式？集落に入るだけだろ。なんだってそんなもんが必要なんだ？そう定められているからだ。この地に来たならば従ってもらうぞ。めんどくせえな。うう、寒い。湧き水をぶっかけられるなんて聞いてねえよ。この森に湧く水で身を清める意味があるって言ってたけど。風邪ひくなよシーリス。ユカ兄こそ。お？え、何あれ、木が光ってる。さあ着いたぞ。これが森の守り神ユグドラシルだ。ずっと大きな木。遥か古より時代によっては姿を変え、この地を守り続けているという。豊かなこの森にフォレスティアは集い、いつしかこの古はフォレスティアの聖地となったのだ。フォレスティアも長命だけど、それよりもずっと長くユグドラシルはこの森を守ってきたんだね。
ユグドラシルはドラゴンだからな。フォレスティアより長命なのも当然で。ちょっと待て、ユグドラシルってドラゴンなのか？フォレスティアにとっては常識だろ。まさか知らなかったのか？知らなかった。ユグドラシルのことも聖地のこともお年寄りからちょっと話を聞いたくらいで。南グラスティアには実際にここに来たってやつもほとんどいねえしな。そうか、聖地の外ではフォレスティアの重要な歴史すらもあやふやになっているのか。なんかごめんなさい。いや、謝るな。知らないことはこれから学べばいい。さあ、これからユグドラシルにお前たちが聖地へ立ち入ることへの許しを乞う。ひざまずき祈るのだ。ユグドラシルの意志は風が教えてくれる。あ、風が？心よい風だな。ユグドラシルがお前たちの聖地への立ち入りを許した。森の意志を代行し、俺たちイニシオの民も同胞を歓迎しよう。ようこそイニシオへ。ここはフォレスティアの聖地と呼ばれる神聖なる森だ。ふう、ここの長に書状も渡せたし、あとは。あれは何してんだろう。あんな道具見たことない。シーリス、ちょっとは落ち着けって。ごめん、ここにあるものって古いはずなのに目新しくって。フォレスティアの昔の暮らしそのまんまだよな。うん、なんていうか自分たちの種族の暮らしなのにまるで異文化。ワクワクしちゃうよ。お、イスハークさん、さっきはオサに会わせてくれてありがとうございました。呼び捨てでいい。敬語もやめてくれ。オサ以外は皆対等。それがこの集落のしきたりだ。それよりお前たちが滞在する間の寝床についてだが。え、滞在って？まさかお前たち自分たちが持ってきた書状の内容を知らないのか？知らない。届けろって言われただけだしね。ゆかに。ああ、なんて書いてあったんだ？使いの二人にフォレスティアの伝統を学ばせてやってほしいと。書状にはそう記されていた。そうだったの？しばらくこの地に留まり、フォレスティアの歴史や文化、そして伝統を学んでいけ。やったー、興味あったんだ。バッチリ学んで帰ろうね、リカニ。だな、ここに来てよくわかったよ。外に目を向けるばっかで自分たちの種族のことわかってなかったって。うん、もっと知ろう、フォレスティアのこと。シーリスご機嫌だな。そりゃあもう、ここってフォレスティアのいろんなことが知れて面白いし。それに見て、この服、仲良くなった子が作ってくれたの。こういうのがフォレスティアの伝統的な衣装なんだって。そうか。何さ、リュカニー、ノリ悪いな。疲れたんだよ。なんでお前は平気なんだ？
日が昇る前に起こされて儀式、太陽が昇ったらまた儀式、狩りの前にも儀式だぜ。一日に何度祈れば気が済むんだ。何度感謝したらいいんだよ。それだけ昔のフォレスティアと比べて私たちは感謝を忘れちゃってるってことじゃない？不便だと感じることもあるけど、私はそれも含めて面白いと思うけどな。リュカ、シーリス、食事の準備を手伝ってくれるか？ああ、やっと飯にありつける。で、何すりゃいい？火起こしか？この森は火気厳禁だ。掟でそう決まっている。火使わねえのか？いくら掟って言っても不便すぎやしねえか？掟とかしきたりって昔の奴らが決めたもんだろ？なら変わっていくのが普通じゃね？別に無理に守って不便な暮らしをしなくたって。掟やしきたりは何の理由もなしには生まれない。例えば火が禁じられているのは昔大きな火災が起こったからだ。掟やしきたりはいわば先人の経験より生まれたものなのだ。火が便利なこと、森の外には便利な道具が多くあること、ここで暮らす皆も知らぬわけではない。だが我々はその便利さと引き換えにしてでもこの森に伝わるものを守りたいと考えている。この森の歴史と伝統にはそうするだけの価値があると信じているのだ。そっか、軽々しいこと言ってごめんな。いや、いい。お前たちはそれを学んでいる最中なのだから。わからないことがあったら何でも聞いてくれ。さあ、行くぞ。イスハークって、ここに住む人たちってすごいね。だな、伝統を守る覚悟ってやつか。同じフォレスティアでもこんなに考え方が違うんだね。そうだな。困ったな。どうしようか。どうした、イスハーク、なんか困ってんのか？ああ、新緑の番人のうち複数名が魔獣に襲われたらしくてな。しばらく任につけそうにない。かといって代わりの者もいない。魔獣と戦える者など多くはないからな。どうしたものかと。なんだ、そんなことか。だったら俺とシーリスに任せろよ。お前たちに？しかしお前たちは厳密にはイニシオの民ではないし。それも掟か？でも手が足りなくてユグドラシルや集落が襲われたらその方が大変じゃね？イサハク、オサに判断を仰ぐのはどうだろう？そうだな。オサから許しが出たら任務に同行してほしい。なあ、ちゃっちゃと話つけてきてくれよな。はあ、やっぱり俺、掟とかしきたりとか、堅っ苦しいの苦手かも。でも、そういうのをしっかり守るのも、大事なことなんだよな。俺とは全然違う。すげえよ、イスハークは。で、ユグドラシルを襲う魔獣をぶっ飛ばせばいいんだよね。ああ、この森の魔獣は凶暴だ。油断はするな。
早速来やがったな。いけるかシーリス。当然、とっておきの武器もお披露目しちゃうよ。みんなまとめて撃ち抜いちゃうんだからね。シーリスの使っているその武器は何だ。初めて見るが。ああ、これは銃。珍しいものなんだけど、知り合いのお姫様がくれたんだ。そうか、シーリスにはお姫様の知り合いがいるのか。すごいな。え、すごいのそっち？銃じゃなくて？イスハークって真面目だけど、もしかしてちょっと天然？俺も負けてらんねえぜ。おりゃあ！リュカもなかなかの腕だな。だろ？俺もやる方。リュカに後ろ！ゾア！大丈夫か、リュカ？しくじった。これは軽い傷ではないぞ。早く集落に帰って手当てをしよう。ユカニ、そんな顔すんなって。でも、シリス、リュカにこれを飲ませてやってくれ。これ、薬？ああ、イニシオに伝わる秘薬だ。一粒飲めば、その傷も治るはずだ。一粒飲めば治るって、かなり怪しいけど。でも、これで傷の具合が少しでも良くなるなら。ユカニ、これ飲める？ああ。え、傷がなくなってる。イスハーク、今の薬って？ユグドラシルのマナを潤沢に含んだレージュの葉から作られた秘薬だ。ユグドラシルの力ってわけか。マジですっげえ。こんな薬があったら世界中の困ってる奴らを助けられるじゃねえか。いや、ダメだ。この薬のことは、イニシオの外では口にしてはならない。イニシオの民でも飛躍の存在を知るのは一部のものだけ。当然持ち出しも禁止。これは掟だ。え？こんなにすごい薬なのに、どうしてだよ？この薬の存在が集落の外に漏れれば、争いの種となる。掟になってるってことは、もしかして過去にそういうことが。はあ、察しがいいな。そんな大事な薬をリュカニーに使ってくれたんだ。ありがとう、イスハーク。秘密はちゃんと守るから安心して。助かる。じゃあ、俺は仕事に行く。お前たちはもう休め。こんなにすごい薬なのに、イニシオの奴らが独り占めって、納得いかねえけどな。すごい薬だからこそ、みんなが欲しがって争いになっちゃうんでしょ？ユグドラシルのマナが宿ってるってことは、ユグドラシルの命を分けてもらってるようなものだし。分かってるけどさ。でもよ。でもじゃないの。これが伝統であり掟なんだから。
イスハークたちがずっと守ってきた伝統を私たちがどうにかしていいわけないし、そうでしょ？それはそうだけど。さあ、この話はもうおしまい。私は水汲んでくるから、リュカ兄はおとなしくしてて。これが伝統ね。今朝の狩りは大成功だった。シーリスのおかげだな。役に立ててよかった。礼と言ってはなんだが、とっておきの場所に連れて行こう。こっちだ。ここは森の外れだからな。道中魔獣も出るし、集落の人間もここまでは滅多に来ない。秘密の場所か、ワクワクする。いい笑顔だな。え、町の方からだな。何かあったんだよ。助けに行った方がいいじゃ。森の外のことに我々が手を出してはならない。でも心配だよ。おそらく土砂崩れか何かだろう。お前たちがここに来る前に嵐が来たからな。そしてまたしてもそうだな。嵐が来るのがわかるの？ああ、風の音でわかる。え、私何もわかんない。イスハークって耳がいいんだね。新緑の番人には必要な能力だからな。森の異常も音でわかる。風によると嵐は半月後。対策を講じる必要があるな。でもおかしくない？私たちが来る前にも嵐が来て、また嵐って。イニシオの天候はユグドラシルの望むままに動く。嵐が来るということはユグドラシルがそれを望んでいるということになるが、どことなく嫌な風だな。ただの嵐で済めばいいのだが。昨日森の外れで聞いた音、やっぱり気になるな。どうしたシーリス、真剣な顔して。あのね、リュカ兄、実は町の方から地響き？集落の中では何も。森の外れでは確かに聞こえたの。それで何があったのか気になって。それで険しい顔をしてたんだな。じゃあ解決法は一つだ。一緒に行こうぜシーリス。リュカ兄ならそう言ってくれると思ってた。当たり前だろ。さあ、行ってみようぜ。何これ、街がめちゃくちゃ。助けてくれ。大丈夫か？怪我人もたくさんいるな。ここで何があったんだ？森の守り神が災いを呼んでる。この町はもうおしまいなんだ。おいおい、そんなわけ。いや、そいつの言ってることは本当だぜ。
あなたフォレスティアだよね。町に住んでるの？ああ、イニシオの生まれだが、あの古臭い生活が肌に合わなくてよ。森を飛び出したのがおよそ200年前。この場所に町を作ったんだ。この町、あなたが作ったの？すごい！イニシオの森が見えて、なおかつ町の暮らしができる。フォレスティアだけじゃねえ。いろんな奴が集まってきて、村になり、町になっていった。いい町だったんだ。だがここ最近、どんどんおかしくなりやがる。おかしくって？森が広がりすぎているんだ。近頃じゃ、徐々に町の中にも森が侵食してくるようになっちまった。ユグドラシルの仕業だよ。もっとも、奴はただ生きているだけ。悪意は微塵もねえだろうがな。どういうことだ？ユグドラシルは森の守護神だ。すべての植物、生き物を同じように守り、生かしていく。だけど、俺たちはそれじゃダメだ。必要な植物だけ生かし、他は剪定する。害獣や害虫は駆除する。そうやっていかなきゃ、人は生きていけやしないんだ。フーだってそうだ。ユグドラシルは森の成長に必要な恵みを呼んだだけのつもりだろう。だが、木を切り、森を開いた場所では、その影響は計り知れない。昨日の土砂崩れみたいにな。土砂崩れ？あ、昨日森の外れで聞いた地響きはそれだったんだ。怪我人も病人も多い。医者も薬も足りやしねえ。町を捨てるにしても、もう動くに動けねえ奴らが大勢いる。もう死を待つだけだ。この町は終わりだよ。終わりなんて、そんな。そうだ！そんなこと言うなよ！町はダメでも、人の命は諦めんな！諦めたくて諦めてんじゃねえんだよ！そうだ、飛躍。リュカニー、それは話したら。このまま見殺しにできるか！こいつらは悪くねえ！飛躍？なんだそれは。ああ、イニシオにはユグドラシルのマナが宿った木の葉で作った飛躍があるんだ。それを飲めば、大怪我もあっという間に治っちまう。だけど、本当はイニシオの外でその薬のことを話すのはダメなんだ。俺が話をつけてもらってきてやる。だから、待っててほしいんだ。イニシオの人たちが大切にしてきた掟を勝手に破っちゃうなんて。町の人の気持ちも、デュカニーの気持ちもわかるけど。でも、せめて、何か起こる前に、イズハークに知らせなきゃ！イズハーク！やっと帰ってきてくれた。シーリス、そんなに慌ててどうかしたのか？イズハークに話したいことがあって、実は今日。待て、この音は。え、イズハーク、どこへ？待て、みんな待ってくれ。俺が話をつけるって言ってるだろう。もう待っていられる状況じゃない。町の惨状を見ればわかるはずだ。そうだ！俺たちには時間がないんだ！我慢できない、頼むよ！なんとかしてくれ！やめろ！貴様たち、何をしている？イスハーク。
どういうことだ、リュカ。そいつらは何者だ。なぜ許しもなく森に入っている。それは近くの町に住むフォレスティアさ、霊樹をいただきに来たんだよ。こいつの話した飛躍の材料をな。飛躍のことを話したのか、リュカ。すまねえ。だけど無理やり霊樹を奪おうなんてつもりは。町のみんなも落ち着いてくれよ。こんなやり方じゃなく、もっとみんなが納得できる方法があるはずだろ。時間がねえんだよ。待ってたら死んじまうやつが出る。イニシオの掟は先人の教え。人の命がかかっていようが、簡単に揺るぎはしねえ。その厳格さこそが、これまでイニシオが聖地足り得たゆえんでもある。フォレスティアとして誇りだよ。だがな、伝統で俺たちの苦しみは救えねえ。その霊樹を切れば何が起こるか貴様ら分かっているのか。この森はユグドラシルの命そのもの。中でもその霊樹はユグドラシルの分身と言ってもいい。宿すマナが桁違い。それを切るということは、すなわちユグドラシルの命を狩ると同義。それがどうした。こっちだってユグドラシルに命を絞り取られてる。レジを切った。俺だってフォレスティアだ。森やユグドラシルがどれだけ大切なものかは分かってる。だけど今の暮らしを守ろうとするのがそんなに悪いことか。悪いが、霊樹の枝はもらっていくぞ。待て、新緑の番人として許しは。これは。何？どうしちゃったの？ユグドラシルが苦しんでいる。このままでは。ユグドラシルの命が危ない。イスハーク、リカニ、イスハークを追う。あ、やはりか。嘘、ユグドラシルが小さくなってる。これがさっき言ってた。この森はユグドラシルの命そのもの。中でもあの霊樹はユグドラシルの分身と言ってもいい存在だ。それが切られたとなれば、これも必然。さらに状態が悪化し、森全体が枯れることすらあり得る。貴様の罪は重いぞ、リュカ。ああ、分かってる。言い逃れするつもりもない。でも、俺は間違ったことをしたつもりはねえ。リュカに、何言って。今ある人の命を犠牲にしてまで伝統を守ったとして、それで得られるものってなんだよ。俺たちの先人はそんなことを望んで掟とか文化を守れって言ったわけじゃねえだろ。己に都合のいい解釈をして伝統を絶やすことなど容易だが、絶やさぬ。困難に打ち勝ち、語り継いだものの数こそが伝統の価値。それを軽んずるお前に伝統を語る資格はない。待って、どけ、シーリス。どかない、話を聞いて。あの人たちが飛躍を欲しがったのは、大怪我をした仲間を助けたいから。
して、その怪我の原因はこの森だったんだ。この森が原因だと？そう、ユグドラシルの呼ぶ雨風は町にとって災害も同然なの。昨日もそのせいで土砂崩れが起こってた。それだけじゃない、森の近隣ではうまく作物を育てることができなくなってる。大きくなりすぎたユグドラシルのせいだって、そう話してた。だからなんだ、飛躍を果たせと？それともユグドラシルを殺すか？そんなこと言ってない。でも話し合いの余地くらいは。そんな余地などありはしない。伝統に一片の揺らぎも許されはしないのだから。ならこっちとしても黙ってはいられねえ。悪いが力ずくで行かせてもらうぜ。リュカニー、ユグドラシルを殺すようなことはしたくねえ。だけど場所を移ってもらうことならできるはずだ。人のいないもっと深い森の奥に。ユグドラシルを移す？ふざけるな。ユグドラシルはこの森そのものだ。森を、聖地を変えろというのか？この地での伝統や歴史、先人の積み重ねたもの、そのすべてを侮辱するつもりか？そんなつもりはねえ。だけど今を生きる人を救えねえってんなら、伝統なんてクソくらいだ。なんとしてでもユグドラシルには移動してもらう。これ以上被害者を出さないためにもな。させるか。侵略の番人としてこの命に変えても止めてみせる。わかったよ。もう戦うしかないってことだね。じゃあ私はこっちに着く。シーリス、お前。ごめん、リュカニー。私、今回は味方になれない。リュカニーの今を守るって考えにも、イズハークの過去を守るって考えにも、正しさはある。じゃあ私は、一人のフォレスティアとして、どっちを選ぶかって話だと思うから。この聖地イニシオで、継がれてきた伝統の価値を学ばせてもらった。私はこっちで戦うよ。そうかよ、手加減はしねえぞ。行くぞ、リュカ。ああ、かかってこい。おりゃー、これしき。まだまだ。ねえ、二人とも待って、ユグドラシルが。これは一体。森が枯れていく。イニシオの森が枯れちゃった。ユグドラシルの命が尽きたのだろう。全て終わりだ、伝統も何もかも。すまねえ、イスハーク。だけどまだ終わってねえよ。ユグドラシルが死んでも、森が枯れて聖地がなくなっても、イニシオの民は残ってる。お前たちの中にちゃんと伝統は息づいてんだろ。伝統が俺たちの中に。ああ、伝統ってのは先人の教えだってお前自分で言ってたじゃねえか。
その教えを守る人さえいれば伝統ってのはなくならねえんじゃねえか。確かにそんな考え方はしてこなかったな。伝統を守るということは頑なに形を変えぬということと同義ではないのかもしれないな。伝統が今の時代で悪しきものとならぬよう守り手である俺たちが考え行動すべきだったのかもしれない。そうだね。今に生きる者として考え続けていかないと。それが本当の意味で伝統を守るってことなのかもしれないね。イスハークが集落のみんなを説得してくれてリュカ兄のお咎めはなしになったけど、私たちは翌日には聖地イニシオを旅立つことになった。みんなの大事な森を枯らすきっかけを作っちゃったんだもん。仕方ないよね。気まずい。いつもは気づくと仲直りしてるけど、今回はな。二人ともそんな調子ではこの先困るだろう。それはそうだけど、イスハークはもう怒ってないの？怒りがないと言えば嘘になる。怒りや悲しみ、後悔、未だに様々な感情が吹きすさんでいる。だがここで止まってはいけない。それだけはわかる。そうだよね。止まってても仕方ないよね。よし、リュカ兄、うじうじしてないで仲直りしよう。仲直りのボディーブロー。おは仲直りはいいけど、なんで？ふぅ、すっきりした。ありがとう、イスハーク。私、ここで得た学び、絶対忘れない。伝統もそのあり方も、守り方も教えてもらった。ここを離れても、この学びは、ずっとこの胸にあり続けるよ。イニシオに来た目的は十分に果たせたということのようだな。うん、バッチリ。俺もだぜ、イスハーク。ごめん、そしてありがとう。はあ。お前たちは？今日は謝罪に来た。まさかユグドラシルだけじゃなく森ごと枯れてしまうなんて思いもよらなかった。町を、仲間を救いたかった。本当にそれだけだったんだ。だが俺たちは町を救う代わりにフォレスティアという種族にとって大きなものを奪ってしまった。本当にすまなかった。町の者たちは助かったのか？ああ、葉から薬を作って、それでユグドラシルはお前たちにも加護を与えたのか。聖地から持ち出された霊獣、枯れてもおかしくないと思ったが。え？なんだって？いや、こっちの話だ。助かってよかったな。森の代わりに人が死んでもいいなんて、イニシオの同胞もユグドラシルも考えてはいない。
互いに守るべきだと思ったものを守り、ぶつかった。それだけだ。そうだろう、シーリス。うん、そう思う。反省はしなくちゃいけないけど、誰も悪くないんだよ。そういうことだ。お前たちは悪くない。この話は終わりだ。待ってくれ、頼みがある。俺たち、町のフォレスティアにもこの森の再生を手伝わせてほしい。俺たちは町の暮らしを気に入ってる。だが、森の民フォレスティアという種族の誇りを忘れたつもりはない。どうかやらせてくれ。助かる、同胞よ。ありがとう。いつかまた美しいイニシオの森が蘇るといいな。この風は、まさか。イスホーク、どこ行くの？ずいぶん慌ててたな。行ってみようぜ。お前らはどうする？じゃあ俺たちも。ここユグドラシルのいた場所かな。景色が変わりすぎてて分かりにくいけど、多分そうじゃねえかな。あ、いたいた。イスハーク、何してるの？なんだそれ、なんかの目か。ああ、ユグドラシルだ。ユグドラシルの目？ユグドラシルは死んで消えたんじゃ、どういうことだ？消えたんじゃない、力を失い目に帰っただけだったんだ。風で知らせてくれたんだ、ここにいると。ユグドラシル生きてたんだ、よかったね、みんな。ああ、だがユグドラシルが力を取り戻したら、また同じようなことが起きるんじゃ。そんなことはさせない、神力の番人として絶対に。俺たちの経験は教えとして、伝統として後世に伝えていく。それとともに俺は探す、先の時代にユグドラシルが悪とならない方法を。新時代において伝統を守る新たな方法を模索していくつもりだ。過去を守るのも未来を守るのもどっちも大事だもんな。今度はみんなでやろう。もう二度とこんなことが起きないように。そうだな、今度は俺たちも協力する。ああ、ユグドラシル、この結末を知っていてシーリスとリュカをこの地へ受け入れたのか。やはりそうか、自らの身を挺して我ら森の民の軋轢を解消してくれたのか。我らフォレスティア皆で過去も未来も守っていこう。生きる場所が違っても、守るべきものが違っても、我らは同胞、森の民だ。フォレスティアの誇りを胸に共に歩もう。うん、それでいつの日かフォレスティアみんなが一本の大樹の下で笑い合えるといいね。